はい、皆さんおはこんばんにちは、バットです。今日は7月29日土曜日、2時過ぎですね。キャンプ場入ったのが1時で、設営だのなんだので2時で、炭起こして米研いで、これからご飯炊いてくるところでございます。お腹ペコペコですよ。ただ飲んでいこう。今日ね、いっぱいで、でもいつもここの管理員さんが一番奥のね、隅っこのサイトを取ってくれるんで、割と喋りやすいですね。じゃあ乾杯。気温が28度、 8.4 度、まあ、わりかし涼しいけど、やっぱり設営したらもう汗だくです。暑い。ただ日陰だとね、風が吹いて気持ちいいですね。もうこれから食いたいだけ。今日は七輪の会ですね。今枝豆茹でてます。でご飯も炊こうと思って、今なんちゅうの、給水中です。だから今ね、2時半前なんで、食べれるのは3時ぐらいだと思います。岐阜市もね、自分の住んでる岐阜市も枝豆の産地なんですが、売ってなかったんで、今日は群馬の枝豆が売ってたので、群馬の枝豆ですね。ね、あ、チャックがついてるから、ね、保存できる。もういいかな、どうだろう。本当はね、切ってね、切って切ればいいんですけど、あの端をね。どうでしょうか。腕上がったかな。あ、まだちょっと辛いな。塩が弱いな。めちゃくちゃいい塩ですけど、ダバダバ入れちゃう。これぐらい入れても多分いいと思う。アルストメスティンでご飯炊いてます。そして枝豆追加で茹でてます。もう全部茹でちゃった。残してもしゃあないもんね。多分夜までに食っちゃうと思うし。豚肉食いたかったんですけど、程よいこの焼肉用のカットされたものがなくて、もう L サイズしかないのよね。 500g とか 600g とかなので、普通の生姜焼き用のやつを買ってきて、これをとりあえず一枚一枚焼いて飯と一緒に食おうと思います。はい、これつけてつくからいいですよ。これ半分に切ってもいいくらいだな。生姜焼きだもんな。いただきます。宮崎県産のシシトウ。野菜も食わないとね。つって枝豆食べてるから、ね、はい、ネギマです。豚ばっかりですね、今日はね。ご飯1合、お肉、なんか豚肉全部食べちゃって、もう食欲が爆発してしまったんですけど、もうお腹いっぱいです。もう動けん。ぼちぼち飲むより食ってんな、今日は。いやー、もうお腹いっぱい。なんだろう。お腹パンパンになってますね。ポコッと出てますよ。5時半ですね。めちゃくそ昼寝してました。あー、よく寝た。夜ご飯は食べれません。どうで、多分食べれない。もうほんと
食いすぎた。まだまだ明るいですけどね、薪もたくさんあるんで焚き火始めましたけど、まあ暑い朝ね。もうとりあえずちょっと飲む、2時間ぐらい昼寝してたからね、もうね全然酔いも抜けたみたいな感じでもお腹は減ってない。飲むか。氷入れてぬるぬるになった缶チューハイを飲みます。そして枝豆もいっぱいです。もうこれ食ったら夜ご飯いいかな。ね、枝豆もうまいですね。冷凍のもあるけど、ね、今は生のが出てきてますから、生の普通のが出てきてますから、茹でて、そして冷めたやつ食うのがいいな。熱々はちょっと味が分かんなかった。うまい。皮はうまいです。まあ今日は設営するときは汗だくになって、もうやっぱりここでもあかんかと思ったけど、夕方になって日が落ちてきたらね、それでも24度か。まあまあ涼しいよね。でも火つけたら暑いですよ。でもやりたいよね、焚き火で。暑い、めちゃくそ暑い。ちょっと燃やしすぎたな。7時、まだ明るいね。はあ、お腹いっぱいっす。枝豆と漬物をつまんで。いやー、もう飲むしかないんで飲もうか。なんか苦しい。虫がいっぱいだ。緑茶割り、お犬様が吠えてるな。キツネが出るみたいなんでね。また夜はゴミを片付けとかないとね、荒らされる。よし、もう薪がアホほどあるんで、ボーボー燃やしますけど、熱い。まあでもいいっすよね。なんか11時ぐらいまで焚き火してるのが最近珍しいかもしれません。でもあとね、薪あと1本なんで、今ボーボーに燃やしますけど、やっぱり気温が低くなってきて、割と20度ぐらいだから、割と焚き火も熱くなくなってきた感じかな。はい。そしてなんか動物がいる気配がしますね。こっちの、ね、藪の方で歩く音がするんで、なんかおるんかなと思いますけどね。ゴミの始末をして寝たいと思います。まあ当分ちょっとね、まだこの薪が燃えるまでは、まったりしたいと思います。今12時くらいですね。ちょっと暑いけどシュラファー入れました。いやー、12時くらいまでちゃんと起きてたのって久しぶりですね。寝ます。おやすみなさい。おはようございます。ああ、まだ6時か。19度、涼しい朝ですね。
コーヒーとパン食べて、朝ごはん、今日パンですね。白バラコーヒー味。晴れてます。まあぼちぼちと撤収して、道の駅の大花の湯に入ってまた帰ろうかなといういつものパターンですね。昨日の夜ご飯は枝豆と桜漬けだったけど、あ、橋の方は入ってないんだ。途中からなんだ。うわ、落ちたんだ。こういう菓子パン系って ほとんど食べないんですけど、惣菜パンはたまに昼ご飯でコンビニで買ったりするのかな。で、最近どこだっけ、あれファミマかな、セブンかな、あの日清の UFO の大盛りコッペパンみたいなの出てるんですよ。あの日清の焼きそば UFO が挟まってるコッペパンが、すげえでっけえのかと思うとしたやつ、あれ食べてみたいけどお腹いっぱいにあるだろうなと思って。お迎えにワンちゃんがいるんですけど、リードクイにリードがつけられてて、まあクイの、あ、じゃあリードの範囲の半径でねぐるぐる回れるんですけど、テントのガイロープにぐるぐるにぐるぐるになってて、リードが身動き取れなくなってますよね。はい、撤収完了しました。日がねほとんど当たってないんですけど、それでもちょっとじんわり汗かきますね。これからお風呂入ってもちもち帰りたいと思います。来週は休みですけど、まだキャンプの予定は入れてないんで、どっかでキャンプやるかもしれませんし、やらないかもしれません。